こんにちは、ベンジです。ゼロ、濡れガラスの巫女の続きをやっていきます。今回から7の雫、大瀬ということで、黒沢ひそかを探す、いきましょう。ひそかさんも私好きなんでね、生きててくれよ。いや、絶望的だろうな。大瀬、小塚田優里。湯の宮からミウを助け出した優里。しかし、ひそかの足取りはつかめなかった。残された手がかりは、遮影機で撮影された一枚の写真と、ひそかのトンボ玉から見えた光景だけ。あの川の上流にひそかはいる。優里は、一縷の望みを抱き、山頂にあるという水の源、彼岸湖を目指す。あ、これ彼岸湖で合ってたね。今更だけど。なかなかね、固有名詞ルビー振ってくんないと困るんですよ。湯の宮とか絶対間違ってると思う。部屋崎さんを助けはしたけど、ひそかさんの手がかりは得られなかった。遮影機に残されていた写真、それにあのトンボ玉に触れた時に見えた光景。水面が広がる場所にひそかさんはいた。氷上山の山頂には彼岸湖という大きな湖がある。ひそかさんはそこに向かったのかもしれない。ケーブルカーで？ケーブルカーで行く？感じだね。なんかすげえウェイウェイ言ってんだけど、なんかあると思ったよ。え、もしかして、え、敵？行けましょうじゃないんだよ。来いや。かけらんない。いい、そっちだ。なんでたげれないの？ OK！ まだいけ、まだいけ。こういう時はね、滅装備しといた方がいい。来るか。ああ、捕まれた。ああ、滅失敗。いいよ、死ね。うん。これケーブルカーで上がってきたとこかな。それとも、あ、なんかアイテムだね、やっぱり。オッケー。違うんだな。こっちなんだな。よし、14式。今いっぱい使ったからね。とりあえずケーブルカー乗ろうとしてみようか。あ、待て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 。ここアイテム、ある可能性ある。あれでもここ一番上っぽいな。あ、あるね、あるね、あるね。いいよ、いいよ。ちゃうね。あ、そっか。影見やれば。どっちかわかるか。来てよかった。はい、慣れたもんですよとか言ってると掴まれるから、慢心は良くないね。そっちもなんかあったね。14式いいね、メイン武器。散乱してるだった。じゃあケーブルカーのここで鍵、あ、そっちだね。ただアイテムがあるかもしれないから、なし。じゃあ行きましょうか。初めてじゃないよね、こっち。いや、初めてか？初
初めての可能性あり。あのトンネルこっちか。いや、ここは通ったことあるか。湯の宮深山道。うん、なんか深山道って聞いたことある。お、そこだ。いいね。ここは通ったということ。いや、わかった、そっちか。OKOK。 あの建物また探索するんだったら嫌だったな。建物には行かないで、この脇道の方。なんだ？武器？ああ、火しかたげれない。こいつか。火。うわっ！火回避した。こっちなんだよな、たげる。忙しく来い。なんか飛ばしてきた。お経が聞こえる。加減内でもこれで違うか。どう、死におったな。ああ、あれ、近く行けば触れたのかもしれない。よしよし、フィルムは全然まだ。前回フィルムをかなり意味だに。フィルムがね、最後の方足りなくなりかけてたからね。あんまり無駄玉は打たないようにしよう。ここは初めて。ね、ああ、お、護身水。いいね。危なーい。結構ね、最初ゆっくり来てくれるからね。ちゃんと見てれば避けれる。何これ、墓の迷路か？うわ、すごい水だね。これはもう、濡れ濡れ状態は、ずっとだね。多分、清めの火使ってもすぐ濡れ状態になると思う。なんか、赤い蝶で、こんな、とこ。もう一回。OK！やべ、球が溜まってなかった。やば、2回目はフェイタルにならないんだな。お、1回目しかな、死んだ。弱えな。触れるか。え、お、触れる。はい。え、触れなかった。え？今ので遅い？それか触れない人なのかな？いや、触れると思う。次倒した時に触るようにしよう。絶対まだ出てくるから。いや、迷うな。こっちも行ける？あ。OK、あっちね、正解。こっちが正解ならこっちから見ていきたい。ね、アイテムあるでしょ。フィルム、いいね。フィルムはね、逃したく、レーシキ !2500 点。もう使わないから。ただ、フィルムがもうなくなって、めちゃんこ強いやつとかが出てきたら、ちょっと考えて。あれ？
あ、八尺様じゃん。初めて戦う。でっか。ほら。八尺様は倒したら触りたいね。この人は誰なのか。もう怖くて近寄らせたくない。死んじゃったか。死んでないか。すげえ、なんかかわいそうになってきた。死んだ。オッケー、触ろう。うわっ、ちょっと倒れる前にめっちゃ攻撃するじゃん。違う。ダメか、触れなかった。最後のでダメージ食らっちゃった。またついに出てきやがったか。でもなんかラスボス感はないよね。ラスボスは絶対濡れガラスの巫女だと思うから。あ、ない。2匹。よっしゃ。ナイスタイミング。結構 HP あるな。はい、オッケー、ナイス。一気は死んだかな。死んでない、死んでるね。オッケー。分身の術かな今。あれ、フィルムいいね。よし、61、14か61だと嬉しいね。メインだからね。迷ってきた。こっちでいいよね。OK。すごいな。歩きにくそう。フィルム。で、そっちにもなんか入ってもらってよ。救助式。でかい。あれ？ここら辺なかった？あっち側か？まっすぐのとこにもアイテムはないか。よいしょ。お、目つぶし？あ、違うわ。箱運びさん。うん、かげれる。やべ、これ来るな。やべ、どうだ、出たった。やっ、やっべ、ターゲットできねえとやりにくいな。回復しちゃったかな今の。いや、まだ吸収してない。オッケー、下げれないと HP も分かんないと。 OK、 よし、死んだか。触れ、触れた。これで500点もらえる。あんまこの人には興味ないけど。頑張って箱運んでる。読みが
そっか。黄泉の水に触れてただれていってんのか。かわいそうだな。よし、500点ゲット。HP を。ああ、万葉がいっとくか。万葉がいっぱい拾わないとな。アイテム見えてたのは、ここかな。おしまいよか。ナイス。欲しいって言ったらくれる。2個。よほんと迷子になるよ、ここ。そっちとか、アイテムない？ないか。よし、やっと陸地。ええー。磯川さん、こんなとこ通ったんすか？フィルム。ノートだ。ああ、今のは見えねえわ。今のはシャーニー。磯川さんの手帳だ。やはりここに来ていたようだ。この忌み谷の先には、この山の頂にある聖域、大曲境と彼岸湖がある。もし彼女にその素質があるのなら、あの場所へ導かれた可能性もある。本来であればその場所へ呼ばれるのは私だったのかもしれない。その探してる人がね、なんていう人だっけな、探してる人。ごめんなさいって言ってました。うわ、進む。大曲境か。結構道のり長いね。もう登山だよ、これ。あ、これ、こっちだね。え？違う？今開けなかった？はぁ、彼岸花咲いてるね。やーべえ、これ。頑張れ。どうだ。あー、一人しか入ってねえ。もう一人入んなかった。まあ、しゃあねえ。あ、彼岸花じゃなかった。あれか。プロペラか。風車って。こっちも行けるんだよなぁ。こっちだわ。黒沢ひそか。じゃあまあこっち行くか。ちゃんとひそかさんと行った方行くか。なんか結構脇道それるとそっちじゃねえって怒られるからね。そっちね。オッケーオッケー、大丈夫。影見してるから分かってます。なんか今アイテムあったような気がする。うわぁ、え、ババア、あれ、それ見たことあるよ。あれ、どっかで見たな、こういうムービー。寄せられてる。あ、箱の中入っちゃった。水入れられる。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。突っ張れ、突っ張れ。足突っ張れ。頑張れって。足だ、足使え、足。足だ。柱になるのです。頑張れ。こっから戦えって？じゃあ、ちょっと強い。えへへ、うっざ。ほらほら、死ね死ね、ババ死ね。
強いフィルムしといてよかった。まだ生きてんの？いや全然生きてない。今ので？これ偽物だな。あ、開いた。オッケー、ほら吸収もしてやる。あ、惜しい。ああ、おら、反射神経で若者に勝てると思うな。おら、フェイタル狙った方がいいかな。いや、そんなか。死んだ死んだ。触れ触れ。触れなかった。何喋ってるか分かんねえよ。あっ、ちょ、ここで出てくんのひどいな。あ、これ強化レンズじゃない？強化レンズってこういう箱に入ってたような気がする。はあ。黒い表紙の手記、あの老婆のものだろうか。もっと柱を作らねばならぬ。大柱が、なんだろうね。途絶える。違う。うん。ついえるか。黄泉が溢れる。黄泉を沈めねばならぬ。大柱が溶ける前に。大柱っていうのが、なんかすごい人が入ってるってことか。最も死に近い人が入ってるってことかな。流水門の式。おしゃれ。美しい文字で何か書かれているよ。美しい。巫女になったのは、あの大水で生き残ってしまったから。たくさんの亡骸の中で一人目覚めたとき、私はもう半分死んでいたのかもしれない。これ大柱の人だね。私は人には見えないものが見えるようになった。他の人と違うものが見えた。私は巫女になるしかなかった。今日、お山に入った。体を削ぐような精神決裁をしていよいよお山に入ると、いろんな声が一斉に聞こえてきて思わず耳を塞いだ。木々の話し声、石のつぶやき、水の鳴き声、あらゆる場所に重ねられている祈りの跡。時間がゆっくり流れてお山に降る雨粒が一つ一つくっきりと見える。ささやく木々の葉の一枚一枚の葉脈が目に飛び込んでくる。目の端に素早く通り過ぎる死の風景たち。むせ返るような死の匂い。この思いたちの洪水の中で務めを行うには、これから厳しい修行が必要だと言われた。入ってすぐにお山から逃げ出したくなったけど、私には帰る場所がない。どこに行っても同じ。一人で終わる。すげえ詩人だった。ああ、来たね、強化レンズ。劇。劇だな。劇。二倍？え、二倍ですか？ほんまに？え？滅も2倍なんだけど。ん？あ、ちょっと待って、圧なんていらねえ。いつまで圧そうしてん。ちょっと待って、この強化のとこでわかる。え？劇を強化して、あ、劇は2倍固定ってこと？で、これ強化すると安く打てるよっていうものか。だから滅の方がいいね。もう断然滅で、そんな。これ間違えやすいから、こっちにしとこう。あ、強化全然できるね。いや、どうすっかな。何あげようかな。とりあえず9上げとこう。と、出力かな。いや、これかなり重要なんだよな。出力はね、フェイタルやればなんとかなるんだよ。レーションも別にいらない。これも、ああ、これはちょっと上げたいけど。
重点上げよう。よし、重点が多分一番大事。迷おうか。最近手いっぱい来るから気をつける。 OK。 箱がいっぱい捨てられてる。はい、ということでばあさん倒したところで今回はここまでにしましょうか。次回ひそかさんも見つけたいと思います。ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。